シーガスにいた給料を切ってのがいけますね。さあ、大王さんが俺に熱い視線を送ってきていますね。そうですね。非常に熱い視線を俺に送ってきてますが、さあ、1試合目始まりました。さあ、バトルが始まりました。プープープランド、針を溜めていく。そうですね、シークはまず針溜めも定番ですね。で、ファルコ側はブラスター。さあ、掴んでいく。さあ、ダッシュがないか。あと火力が取れなかったですね。シークのあの台の上の針待ち、あれ非常に厄介で、そうですね、まあ、下から行こうもんだったら小ジャン針、上から行こうもんだったらまあ普通に逃げられるといった感じで非常に辛い形ですね。さあ 61%、 あ、外に出した。おっと、横スマ、今のは強引に連れていく。さあ、ドリルに行く。ドリルしっかり受け身を取って逃げていく。 おっと、今のは非常に弱い。ナタをガードしてそのまま落ちて空母前ですね。さあ、ニュータルレイで外に出す。復帰阻止の流れになると、これは厳しい。綺麗に外に出して、さあこれも釣って空母。そうですね、しかしジャンプが残っているぞ、ね、と、ね、お、上に逃げたが、また空母。さあ、ブラスターで、あれが多いが、ファルコの復帰阻止はあのブラスターで高度を下げれるっていうのが非常に強いですね。そうですね。さあ、シーク 145%、 もう割とスラッシュ攻撃でもバーストが狙えるパーセンテージになってきているが、おっと、うまい、非常にうまく楽器からの復帰しましたね。そうですね。さあさあ、4番はシークがパーセンテージを有利を取っていましたが、蓋を開けてみれば 150% 近くまで貯められてしまっている、ね、ダメージはファルコ、おっと、これはコートが足りない。終わっとる、当たる。ああ、うまい、うまい。そうですね、ファルコ復帰距離短いんで、ああいう感じでもあっという間に持っていかれるので、いやー、なかなかお互い油断できないですよ、このカードも。さあ、戻していく。今の針すごかったですね。そうですね、スパイヤーで若干コードが下がるところまで待ってから打つっていう。そうですね、針が非常に強いですからね。非常にうまかったです、今の、はい、ジャンプ針でしっかり。さあ、コンボ火力が非常に高い。さあ、そんなこと言ってる場合じゃないぞ。さあ、選手がどん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 パーセントを貯めていく。そうですね、おっと、これは強引に、強引じゃねえや、強気に掴んでいきましたね。そうですね。さあ、さあ、リップから空後ろ。完璧ですね、ベクトルヘンボは。そうですね、あと針は食らってしまったが、しかし知らない、フックランドなんだろう。さあ、ブラスター上に逃げて空後。さあ、これはシークがかなり厳しい状況ですね。しかしシークを投げれん阻止いろいろありますからね。そうですね、後ろ投げからの早期撃墜もありますから、まあまだまだ分かりませんよ、この勝負は。まあ、リーダーからって威風で差し込まれてしまう。さあ、シークとしては火力を取りたい。さあ、早期撃墜ではない、弾頭ない。さあ、撃墜にこそ失敗しましたが、自分でなかなかリターンが取れないですね。さあ、空白、お、さあ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 、攻めてるのが側ですね。でもこれはさあ、折りなった、折りなった、はい、なった。あー、そこれは帰ってこれない。さあ、丸々失速だったけど追いつかれてしまいましたね。ちょっとしかしですね、 34% でまた失速4も落ち返していく、ね、あ、大ジャンで 14%、 針が全然引き溜まりすぎでしょ。これはかなり美味しい。なんだの技。そうですね、さあ、さあ、つかめない。さあ、リフが差し込まれてしまう。おっと、ナタ、ナタで拒否が、おっと、ドーン、おー、シャインリフ空母、素晴らしい。いいですね、さあ、ガードマンやっていく。シャインバキヤニュートラルで外に出していくジャンプはあるぞ。さあ、引いて、そして、あっと、床組み失敗。さあ、外でああいう、もうジャンプがないぞ。おっと、これは非常に、おっと、ジャックジャック大車に二つ間ですね、大車に。いやー、非常に、非常にプレッシャーのかけ方がうまかったです。やはり見てる限りニュートラルが非常に当て方がうまいですね。そうですね、マルコ側。さあさあ、右で高さを稼いで、やっぱりチーク不審を使ってしまうと、その後隙が長すぎて絡んでしまいましたね。さあ、そうですね、さあ、ハリと、ハリ大車に若干当たらないが、空母。さあ、空母、あの空母は長い。あーっと、今空中でなければって感じでしたが、そうですね、今ブラスター結構高度高かったですが、枯れませんでしたし、さあ、ジャンプで逃げれた。さあ、お互い、お、ガーキャンリフから何もできない。あーっと、ちょっと隙が、お、エッジキャン失敗して。さあ、空母、足元が漏れてるガードが。そうですね、パルコは身長高いのでガードもあえてちょっと漏れますね。さあ、 109%、 しかしまだまだ。そうですね、一足一足なら分からないのが、後ろ投げからワンチャンで終わりますからね。弾頭ない、掴めないが、まだ、まだ分からないです、これは。一発でもダメージを食らってしまうときつい可能性があります。そうですね、さあ、うまく逃げた。さあ、こうなると、あ、うまい、よくかわした。さあ、おーっと、あーっと、うまい。さあ、不審が無敵してますね。さあ、外を出して、はい、
さあ、上にファルコが転がり回避してしまっているので、ちょっと後隙が、あっと、うまい、非常にうまい、今度は回避で、あっと、空営の持続が長い、さあ、空後ろで撃墜、しかし、最後のやり取りは結構ヒヤヒヤしましたね、どちらかってもドキドキして、そうですね、5分にわたる熱戦でしたね、激戦でした、非常に、ひろかさんです。結果的に勝負制したのはファルコでしたが、シークが勝ってもおかしくない状況ではありました。さあ戦場が選ばれましたね。さあシークは戦場の台の高さがいい感じなので、あの台を使った立ち回りが非常にしやすいのかなと思います。まあ、シーク使いはもうよく戦場を選びますね。しかしこのステージファルコも強いので、まあどうでしょうね。さあ内側回避のウエスも外しましたね。しっかり待ってましたね。さあ空港を外に出して冷静でした。おっと、今のはいいね、ブラスターでしたね。さあ上京、さあブラスターでコード下げて復帰阻止、あっとうまい、いや着地上手いですね、復帰が着地点がうまいですね。あの狩る側がなかなかやりにくい、いやらしい位置にちゃんと着地してます。さあ外に飛ばして、そうですね、何度も見た光景、そうですね、まあ、クックと違ってバスト、さあおっとエッジキャンしようとして失敗したところでしょうか。まあラインの回復は成功しましたね。まあそうですね、 92% ナタが当たったらちょっと厳しいかって感じですね。ナタ当たったら最悪死にますね。さあファルコ側も結構ブラスターでガン逃げる作業ですね。そうですね、待ってますね。まあ下手に攻められるとやられますからね、シークは。針では死なないからブラスターでパーセンテージのために行こう。さあ 12%、15%、17% どんどん倒していく。あとドリル差し込みを狩られたが、この場の受け身読みですかね、今の相手の差し込みを切り掛かってますね。頭が漏れていたのか、ジャンプしてしまったのか、ちょっと綺麗に空母が決まってきましたね。空母は長いですからね。さあ掴んで DA から、あ、DA じゃない、ごめんなさい、ダッシュから下投げ、さあその場も、あっとリフ、その場を見ててもあのリフで割り込まれたりするんで結構難しいですよね、シーク側もリターンするのが。おっと今針でブラスターが消えましたね。非常に針は強いはずというかね、そうですね、サムスのチャージショットすら一発で消せますからね。そうですね、シークの針は正直おかしいです。非常に距離のある横綱、さあ、あっと素晴らしい、上火をせずにそのまま崖つかみ、ファルコが崖を離すだろうということを読んで、読んで、ね、読んでたんでしょうかね、今のすごいですね。すごいですね。さあ、まるまる1ストップ、さあファルコとしては釣りをしようとしたのが裏目に出てしまった。あっとあの強気の崖の選択に行けるなかなか上位勢ですね。やっぱ上位勢ですよ、これが戦っててもあれは上位勢しかやってこない感じの復帰方法ですね。さあ横強、ブラからの横強、空中で静止され、おっと今のも結構結果的に復帰させました。今のもだいぶいやらしい位置に今復帰しました。そうですね、でも今のあの不審の爆発があのファルコに当たらなかったんで、まあ見てから台の上に行ったら空母っていう感じでしたね。まあそうですね。さあニュートラルへ、さああのガーキャンクエンの暴れが結構強いんですよね。リフ横スマ、横スマするが当たらない、非常に強いですからね。おっと外に判定のとき横スマ、おっと一発当たってから 1.5 戦、さあリフで浮かして、おっとドリル、あれができない、なんだっけ、メテオ返し、そうあ、そうですね、まあファルコの空中下攻撃は裏メテオなので叩き落とされたらもう戻ってこれません。パーセンテージも高かったので勝ってバスができると、さあ固めていくがファルコ、さあファルコが依然リードしてますね。リフそしてファルコとしてはもうあまり無理な攻めをせず、ブラスターマギチで、そうですね、でチクチクダメージためて、おっと掴んでいく、あっと掴まれましたね。さあ DA から、さあ針が DA をしっかりベクトル変更できていないので追撃を食らわずに済みました。見上げナタ、あっとナタがうまいですね。これは返ってこれません。ちょっとファルコの目を出てしまったか。ファルコ本当にまだまだ全然ありますね。さあ外に投げてからのワンチャンでも十分勝てるのでシークは、まあまだ分かりませんこれ。さあ空母リフドリル、おっとあの取り方が素晴らしいですね。おっとあと火力が高いワンチャンからすごいですね今のシーク。さあ外に出して復帰阻止が復帰阻止、あっと不審な説明ジャンプがあるが、おっと崖を選びました。
今かなり勇気ある行動ですね。さあしかしまた外出されて厳しい状況、あっと空港かさあ当たりになってしまって、さあシークにチャンスが生まれました。さあ復帰阻止、何度も成功してきた復帰がしっかり勝っていくのがタピオカファルコ。非常にいい勝負でした。しかし勝ったのはタピオカファルコ。いや非常にお互い強かったです。素晴らしいですね。ドキドキしましたね。デンジさんがガッツポーズ